壊滅的な被害を受けたそれぞれの町が再生するまでにはまだまだ時間がかかります。地球の裏側にいる私たちもこの歴史的な大災害に苦しむ同胞の苦労を忘れず、それぞれができる範囲での心から応援を続けていきたいと思います。それでは1分間の黙祷をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さて、皆様には事前にご通知申し上げておりましたが、本日はスペインからとても特別なゲストが参加してくださっています。紹介の方、渡辺さん、よろしくお願いします。実は1611年に、慶長三陸大震、マグニチュード 8.1 で、5000人 の方が津波で亡くなったという大地震があったんですけれども、それの2年後に仙台藩伊達政宗が日本で初めて、南蛮船を作って、スペインでの交流を交渉し、スペインの国王に送ったのが慶長長谷倉使節団という180人 の一行がおりまして、太平洋をまず横断してアカプルコ、メキシコに行きまして、メキシコを横断した後キューバ、そして、スペイン のセビリアの南、23キロぐらいのコリアデリリオという町に、上陸して、それからスペイン各地を旅行旅しながらマドリッドで、国王に洗礼もしていただいて、その後実はローマに向かう途中で地中海で嵐にあって1615年10月サントロペに2泊してるんですね。フランスに、ちょうど去年の5月が10月が400年前だったんですけれども、400年前に初めて上陸した施設団でもあると。でその後彼らはローマに行き、ローマ法王に貴族の称号もいただいて、しかしその、鎖国とキリスト教禁教に向かっていた日本の貿易は許されずに、長谷倉たちは7年後に帰ったんですけれども、その時にコリアデルリオに、帰らずに8人、残った人たちがいると。でそのコリアデルリオで今人口2万3000のうち今3000人のうち、634人ハポンという名字 の人たちがいる。でそれ のハポン教会というその人たちがその日本に誇りを持って、ずっと400年その誇りを持ってきた中で、一昨年皇太子殿下がコリアデルリオに行っていただきまして、それからハポンさんたちは自分たちが日本の、侍の子孫であるということをこう大きな声でこう言いたいという交流を始めるようになりまして、それ の会長さんがファンフランシスコ・ハポンさんでございます。
じゃあ、そう、彼、フランス語は日本語できないので、英語でご挨拶をお願いいたします。Good afternoon, everyone. My name is Juan Francisco Capón, and I am a descendant of the first official diplomatic embassy of Japanese who arrived in Europe more than 400 years ago. In Korea, everyone who is surnamed Capón feels proud of having the same blood as yours. When the Fukushima accident occurred, we felt pain as ours and kept 5 minutes of silence.And official mourning for several days to honor the victims. Since that 11th of March, we celebrate each year a series of events to pay tribute to the victims of the disaster. Today, we want to encourage people from Paris praying with you. Many people know the story of Hasekura Sonenaga and the indelible mark left by the embassy keicho passing through Corea del Rio.Taking the honor of carrying the surname upon nearly 700 people as an unmistakable symbol of our origin. Each year we receive many Japanese people who come to our town to know about our history, and it is an honor for us to share with them moving moments that allow us to further strengthen ties of friendship with Japan. Thank you very much for your attention.ありがとうございました。以上で日本館在仏日本人会主催の東日本大震災5周年パリ追悼式を終了いたします。まだ被災から立ち直れていない環境にいらっしゃる方々にも明日への希望が見える日が一日も早く来ることを遠くパリからお祈りいたします。本日は皆様お集まりいただきまして大変ありがとうございました。